はい、ということで今日はエディフィスの回なんですけども、もうすぐ秋ですね。はい、そうです。ということで今日はスタッフの方5人をお呼びして、ちょっと早めに秋口のコーディネート紹介をしていただこうということで、まず1人目は三浦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、今日のポイントは、今日のポイントはまずカラーリングをエディフィスの今回の秋冬一発目ってなんか黒と赤っていう話だったので、ちょっとこう色味はそれをちょっと意識して赤と黒っていうところでちょっとカラーリングで組んでみました。なるほど、はい。あとまあ季節感は本当にもう今時期なんで、ちょうどこう晩夏と秋口のちょうど間を意識して、ちょっとこう夏場に使ったアイテムと秋口のものっていうのをミックスっていうところをちょっと意識して考えましたかね。その新作でクチュールドアダムっていうブランドの、クチュールドアダム、はい、っていう、まあ、レディースブランドを、まあ、メンズラインが初めてエディフィスでやっている、はい、ブランドなんですけど、サイズ感もなんかちょっとこうメンズ、まあ、最近はちょっと緩めのものあると思うんですけど、ただ緩いだけじゃなくてちょっと雰囲気も良くてっていうのが、うんうん、特徴かなとは思ってます。もう一個のポイントはチェックパンツですか。そうですね、これもエムズブラックのものなんですけど、はい、ちょっとフレアしてますね。そうですね、ちょっとストンと落ちながらかなりちょっと長めではあるんですけど、うん、なんかこうちょっとこうインナーで赤を使ってる分ラインのピンクの色ちょっと拾いながらっていう、暖色系でみたいな。そうですね、とあとモノトーンを掛け合わせたみたいなイメージですかね、うんうん、このルーズ感がなんかレディースっぽいですよね。そうですよね、ズルッとした感じ、雰囲気いいですよね、うん。パンツはすごくシルエット綺麗で、僕ももうこのシルエットのやつ何本持ってるんですけど。あ、そうなんですね。はい、やっぱ毎年人気で毎年1個買うとなんか今年っぽいコーディネートが来るかなっていう感じではありますか、ね、なるほど、はい。じゃあ秋口のそのパンツを買うともう秋が始まりますっていうことですか。まあそういうことでいいですか、ね、秋のドロスベ的な。なるほど、そうですね。肩掛けのニットもちょっとこう秋らしさがあるというか。そうですね、これはもう春から継続してのやつなんですけど、ちょっともう本当にこうニットっぽいんですけど、本当にこう肩掛けだけのアイテムみたいなもので、ちょっと触っていいですか。いいですよ、ぜひぜひ。あ、カヌコっぽいですね。あ、そうですね、すごい軽いポロシャツっぽい、でも柔らかい、うん、そうですね、ちょっとライタッチなもので、なんでインナーとあのインナーももともとはやっぱりこうTシャツ今までは合わせてたんですけど、今年はちょっとこうタンクとかちょっとこう肌見せのものを合わせてたんで、はいはい、まあ、それをそのまま秋口でも継続しながら、まあ、ちょっとこういった秋冬っぽいものと掛け合わせをしながら、うん、で秋冬ものはまあちょっとこうウールものでちょっと上品っていうところで、夏とちょうど秋のバランス感っていうところをちょっと意識しましたかね。なるほど、はい、さすがです。いや、思ってますよ。思ってます。よかったです。これ参考にさせていただきます。ありがとうございます。このパンツ超いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、では続いて松原さんお願いします。お願いします。常連ですね。ありがとうございます。はい。じゃあ今日のポイントを教えてください。はい、そうですね。この秋冬どうしてもちょっとこうレザーのアイテムが、うんうん、取り入れたくて、でこれあのカルブランドの、はい、僕も好きですよ。はい。レザーシャツで、まあ、ちょっと展示会行った時から本当にこれめちゃくちゃやっぱり、うん、まあ、もう一目惚れというか、まあ、どうしても欲しくて、まあ、来ちゃいました。これ何レザーですか。これ、ラムですね。ラム、はい、失礼します。あ、柔らかい。やっぱりそうなんですよ、素材もすごい柔らかいんですけれど、やっぱりなんといっても色味が本当に絶妙で、うん、そうですね、一応緑なんですけど、なんかこう本当に何とも言えない色味になってて、うん、デザインはすごい本当にシャツ型でシンプルなんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこう色味にすごい特徴があって、まあ、取り入れたいなと。でインナーの差し色に、はい、これはあのそうですね、色を少しまあブラスというか、はい、どうしてもやっぱりこれからの時期どうしてもちょっとこう重い色味が増えてくると思うので、うん、まあ、そういった中でこういった少し色物を出して明るさを取り入れたいなと思いました、うんうん。でパンツはデニムですか。そうですね、これもちょっと色味のトーンを合わせた感じで。あ、確かに、はい、なんかグラデーションみたいになるように、グリーンっぽいというか、はい、インディゴのデニムではないですね、はい、なんか古着でたまにあったの。そうですね、グリーン系のデニムが色落ちしたっぽいような、はい、うん、なのでなんかあんまりこう重くなる色ではなく、ちょっとこう明るさを出しつつ、うん、でもなんか全体的にくすんだ感じのトーンで秋っぽさは出すように意識はしました。そして
足元のこれはまあちょっと私物ウエストなんですけど、おやっぱりいい色ですよね、はい、この茶色といえば。そうですね、これもなんかやっぱり秋っぽい雰囲気になるかなと思って、うん、やっぱりあの松原さんって毎回思うんですけど、この柄の合わせ方だったりとか、あとその色の、はい、色と色の合わせ方っていうのが本当に、はい、あの参考になるなというか、やっぱ毎回そのいろんなアイテムをこう着続けたからこそのこう経験が出す技みたいな、はい、そうですね、なんか色使いに関してはやっぱりすごい気は使ってる部分はあります。一つずっと気になってたんですけど、はい、そういう色合わせって誰かを参考にしてたりするんです か参考まではないんですけど、なんかレディースとか見ますね。メンズというよりかはなんかレディースブランドのそういうなんか色の使い方みたいなのはすごい参考にしてますね。なんか派手なの多いじゃないですか、多いですね、組み合わせで、うんうんうん、そこまではちょっとなかなかメンズだと難しいんですけど、なんか近い感じで拾ったりはします、うん。あ、ちょっと納得しました。確かに僕もそうです。あのレディースの服とか、はい、その色の合わせ方とかアイテムの合わせ方見たりするんで、すごい参考になるし、うん、やっぱりそうかって思いました。ありがとうございます。それでは本日初登場の斉藤さん、はい、新宿店の新宿、そうですね、新宿でしたっけ。わ、はい、かりました。多分今回からちょくちょく呼ぶと思うので。あ、本当ですか。お願いします。かしこまりました。ありがとうございます。では早速なんですけど、コーディネートのポイントをお願いします。はい、普段からよくベストが好きなので、はい、よくベストをちょっと主役にしたコーディネートとか組むんですけど、まあ、普段だとシャツとかやっぱカットソーとかで合わせがちなので、うん、まあ、ちょっとこう大人っぽい雰囲気でレザーのジャケットにちょっと合わせて、うん、で色味もちょっとモノトーンで大人っぽい感じにしてみました。はい、このベストってデニム生地ですか。そうですね、タイダイみたいな柄になってて、ブリーチ になってますね。はい、へえ。インパーフェクトデニムっていうそのニューヨークのブランドのものになるんですけど、はい、エディフィスだと今期から初めてその取り扱いが、あ、へえ、はい、ブランドですね。ニューカマーというか、ニューカマーで。おー、レザージャケットはこれはどこのブランドですか。あ、レザージャケットはオリジナルの、あ、そうですね、ゴートの革を使ったオリジナル。ゴートということはヤギですね。ですね、はい、ちょっと失礼しますね、はい、革フェチなんでちょっと色々触っちゃいます。はい、あ、ちょうどいいしなりと腰が、はい、そうです、ね、うんうん、結構重厚感あるんですけど、着てみると意外にあの軽くてそれも着やすいのでちょっと今回チョイスさせていただきます。確かに牛よりも柔らかいですね。そうですね。パンツは何でしょうか。パンツはガブリエラコールガーメンツというスペインのブランドのものになってまして、まあ、ちょっと秋口 の今回コーディネートっていうことだったので、少しちょっと軽さも、うんうん、あのそんなにこうまだ寒くなりきらないと思うので、はいはい、ちょっと軽さも出してみました。夏から秋の転換期の履きやすいパンツというか。そうですね、めちゃくちゃ履きやすくて、だいぶ今回の SS では愛用したパンツになってます、うん、はい、このブランドロロピアナ対応してますからね。ああ、そうですね、これもその生地使ってるパンツになりますね。いいですね、この強いものと柔らかいものみたいな、はい、ちょっとそのギャップで今回組んでみました。足元は、マルジェラですか。そうですね、マルジェラのサンダルになってまして、これ見たことないですね。ちょっとベルトとかついてて、うんうん、レディース そのメリージェンとかそのシューズっぽいなと思ったので、確かにちょっと可愛いなと思って、いいですね、はい、買っちゃいましたね、うんうん、抜け感もあって、はい、あのふとした瞬間に見える肌 この露出がいいですね。はい、秋冬とかでも、まあ、裸足で今履いてますけど、うん、ソックス合わせとかでちょっとこうオールシーズンで履きたいなって。いいですね、はい、ちなみにこのさっきから気になったんですけど、はい、ネックレスは何ですか。これフローリアン、まあ、だいぶ前に買ったんですけど、はい、フローリアンっていう確かオーストリアかどっかのレディースのアクセサリーの、あ、レディースなんですか。はい、になってまして、で、まあ、某セレクトショップがちょっと別注かけてメンズラインでやってるものなんですけど。なるほど。それを、はい、こうアイテムだけで見るとごちゃごちゃごちゃってしてますけどはい、はい、でも基本的に色味はモノトーンベースなんで、はい、落ち着きがありますね。そうですね。そして上品な素材もあるし、はい、メゾンも入れてるし、はい、これ僕結構好きです。 ありがとうございます、はい、真似します。あ、本当ですか。ちょっと費用がえぐいことになりそうですけど。ちょっとそうですね、費用が。
首がもうヒーヒーってそうです。いやでもかっこいいです。ありがとうございます。次回以降も期待してますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、凛太郎くんお願いします。よろしくお願いします。今日のコーディネートのポイントは何でしょう。今日はもう完全にニットの色にですよね、はい、これ何ですか。これが、メイヤスっていう日本のニット専業ブランドの、はい、エディフィスの別注になりますね。別注ですか。はい、とんでもないもの作りましたね。結構攻めた色で結構秋口とかだと色のトーンがやっぱ落ちるんで、うんうんうん、まあ、少しこう明るいのを入れて、まあ、テンション上げていきたいなっていうことも。明るい気分で、はい、そしてリーバイスのジャケットはこれ絶対古着ですよね。これははい普通にヴィンテージの僕側から見えてるんですけど糸もだいぶ見えちゃってますからね。じいちゃんやっぱ首が完全にいかれるんですよ。いきますよね。首と袖元ですかね。まあ、でもこんなボロい感じのジージャンと、まあ、ちょっと綺麗な網目のニットっていうところのコントラストはすごく好きなスタイリングなので、うんうん、でパンツは何ですか。パンツが、ベルナルザンスフランス のパンツのブランドにこれもエリフィスで別注をかけているやつで形から別注しています。へえ、はい、ちなみにその別注のこのなんかポイントというかどこを具体的に別注したんですか。ベースがラスパイユっていう形があるんですけど、はいはい、それをベースにもう少し尻周りだったりとか、渡り、まあ、もも周りのフィッティングっていうところをちょっと調整して、まあ、よりモダンなシルエット感に仕上げたっていうところがです。太くなってるんですか。少し太くてでもう少しテーパードがきついんですけどそこの裾幅っていうところをやや広げて、あ、へえ、はい、フレアまでいかないですけど、ちょっとまあそこにニュアンスが近しいような感じの、はい、だいぶこだわり抜いてますね。そうですね、これはかなり今季の一押しです、うんうん、そして足元もなかなか個性的な足元ですけどもこちらは何でしょうか。こちらは私物のグイリーというイタリアのトスカーナ のブランドで、もともとはレザーのなめしの工場から始まった靴のブランドなんですけど、うんまあ、僕も個人的に一足持ってるんですけど、そうですよね、本当に履きやすいというか履きやすいっすよね。レザーの靴下みたいな。いやもう本当にまさにそんな感じ。一日中履いても疲れないんで。本当ですよね、はい、めちゃめちゃ品のいいレッドウィングみたいな感じで僕は履いてますね、イメージ的には。おなので、まあ、デニムだったりとかと合わせることが多い。皆さん聞きましたか今。その位置にあります。いや素晴らしいチョイスです。ありがとうございます。でもちょっとこうアメリカナイズされてるけどしっかりフランス、はい、イタリアというか、ヨーロッパの要素も入ってるんでエディフィスらしさもあるんですけどそれをしっかり、まあ、いろんな国のものを取り入れてアップデートしてるってところが。でしかもあとやっぱキャラクターですよね。完全にそうですね、うん、まあ、僕自身エディフィスに来て間もないので、うん、今ちょっと基本の木を勉強してるっていうところもあって、まあ、こういうフランスらしいブランドだったりとか少しこう自由な雰囲気を感じさせるようなニットだったりとか、うんうんまあ、そういったものに対してアメカジのアプローチだったりとかっていうところで、まあ、なんか自分なりのそのフレンチのスタイルっていうのを今模索しているような感じなんですけど、うん、奥深いですもんね。すごくそうですね、歴史も長いですし、はい、皆さんもぜひ参考してみてください。お願いします、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。こんにちは。早めですね。ラストを飾るのは桂さん、よろしくお願いします。じゃあ早速コーディネートのポイントお願いします。ポイント一応今期のエディスの立ち上がりの、まあ、テーマカラーというかキーカラーが一応レッドっていうところで、おお、はい、細かく散りばめてました。やってますね、はい、一応ベースのカラーはモノトーンみたいなところが、まあ、黒のコーディネートの中にちょっとこう赤とか、まあ、シワカみたいなのを刺すようなスタイル、うん、あのこう参考文献みたいな、参考文献じゃないですけど、はい、なんかそういうのをこう、まあ、うちフレンチのブランドなんで、まあ、少しそこからインスパイアを受けたようなスタイル。エディフィスってこうフレンチブルーっていうかどちらかというと寒色なイメージ強かったんですけど、赤って意外ですね。確かにおっしゃる通りで、なんか今まで結構ネイビー系がやっぱり多かったんですけど、意外とモノトーンもなんかこうフレンチみたいなイメージが、言われてみればそうですね、はい、実はあるなっていうのが、まあ、僕含め、うんうん、エディフィスのチームとしての見解みたいなところが、まあ、あって、
これがエリスのオリジナルのブルゾンなんですけど、フランスのリヨンのデボーっていうテキスタイルメーカーの生地を使ったすごい上質なもので、はい、キャラクターがすごいある生地をたくさん作ってるメーカー、うんうんうん、これ一枚です雰囲気あります。確かに、はい、立体感もあるし、秋っぽさも演出できるという、そうなんですよね、あの某メゾンのあのツイードっぽい雰囲気もあるからすごい上品ですよね。まさにそんなイメージです。で、はい、差しでまたさらにベルトで赤を差しながら、これはねちょっとやるか迷ったんですけど、あ本当ですか、意外といやいいと思います、意外となんかそんなに強すぎずっていうところで、このメッシュベルトはどこのやつですか。あのレグロンっていうあのフランスのベルトのメーカーさんで、このメッシュベルトが一番アイコニックなモデルになってますね。メッシュベルトって、ね、はい、それこそあの某ブランドでも作ってたりとかしますけど、そうですね、まさになんか出どこ一緒なんじゃないかって、その当時ちょっと流行ってたんですかね、なんかそういうメッシュベルトみたいなものが、ね、ここのバックルの部分が革張りになってるんで、なんかそれだけでちょっと品が良くなるというか、ね、メッシュベルトってともすると安っぽく見えちゃいがちですけど、なんかこれだっていうのがなかったんですけど、これでしたね。これです、うん、はい、まあ、ベーシックな黒とか茶とかもあの展開している中で、今回鮮やかなブルーと赤とかもうちは展開してたり、うんうんうん、あんまりこう色物を着られない方、うんうん、でもベルトだけだったら使ってもいいかなって思える方多いと思うので、これは取り入れやすいですね、はい、そしてデニムはこれ何でしょうか、はい、こちらがですね、あのベイクルーズのメンズブランドエディフィス417エディフィスジャーナルスタンダードジャーナルスタンダードレリウムメンズの4ブランドでもう合同で別注したリーバイスの501、壮大な企画ですね、壮大なスケールの別注のものなんですけど、つい最近あの最後の入荷があって、お何回かに分けてこう販売してたんですけど、最後の再入荷の分が最近入ってきたので、まあ、ちょっと取り入れてみました。ブラックデニムってしかも今古着屋さんで買おうと思ってもマイサイズって探すの困難じゃないですか。そうですね。それがこうねすぐパッて手に入れられるのってありがたいですよね、うん、まさにおっしゃる通りだと思います。あの加工の感じもすごくリアルにというか、うん、ねエイジングがすごい古着っぽい、このベイクルーズの今回別注のためだけのこの加工のレシピでやってるので、へえ、すごくリアルに再現されてるんじゃないですか。で僕はちょっと大きめの40インチのものをギュッと絞って、あそんな大きいサイズもあるんですか、はい、そうなんですよ、履いてます。そして足元はこれがグイディですね、今期から、まあ、エディスで展開するブランドですね、イタリアのブランド、はい、リンタロクも私物で履いてました、ね、そうですよね、彼はすごく、うん、あの昔から履いてるイメージがありますけど、まあ、愛用してたりとか、うん、意外とスタッフでもファンが多いブランドで、昔のエディスでも展開してたじゃあ長年のファンの方にとってはもう、そうですね、久しぶりじゃんって思う方多いかもしれないですね、はい、色褪せない、うんうんうん、まあ、名作というところでもうブランドを全部集約したようなコーディネートでした。とんでもないです、ありがとうございます。再現しましたね、恐れ入りますということで5人の、スタイリング見ていただきましたけども、このエンディングなんですね。そうなんです、いかがだったでしょうか、はい、この方のコーディネート好きだったよとかあればぜひねコメントに残していただけると嬉しいです、うん、はい、はい、何か最後ありますか。いや特にないですね。あ、承知しました。楽しんでエディスの秋冬楽しんでいただければそれだけです。かしこまりました。ということで最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。